演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら業務スーパーで買ってきたパンケーキ、ホットク、チュロスを食べたいと思います。どれも美味しそうだね。ではちょっと開けていきましょうかね。まずはこのパンケーキ、冷凍のパンケーキって結構ありますけど、これはどんな感じですか？おー、なんか思ってたより大きいな、これ。しかも枚数結構入ってる、これは。これ楽しいですね、食べるの。では、続きまして、ホットク。こちらも開封していきます。こちら袋に入ってないんですね。こんな感じで。でも、ほら、ちょっと食べてるのがもちもちしてますね、食感。これ食べるの楽しい。で、チュロス。前に揚げるタイプの冷凍チュロスは食べたことあるんですけど、これは揚げないタイプなんですね。低カロリーで、こちらも美味しそうです。中身は、おお、結構長いですね。ですが、このままでは食べられませんので、調理してきます。しばしお待ちを。チャンネル登録よろしくお願いします。準備完了です。できました。これがホットク。こちらがチュロス。そして、こちらがパンケーキの断面です。パンケーキ薄すぎですね。断面を見せてみます。でも、どれも美味しそうですね。いい香りが漂っていて、ちょっと、このワイプの方に見えてると思うんですけど、こちらの方に、こういう、ちょっと飽きた時のためにチーズや、アサイーボールなんかも用意してます。これでどこまで食べられるかな？では、いただきます。もっちり、ふんわり、さっくり、三者三様の味わい。ここからはこちらのトッピングもしていきますね。さあ、どうなるかな。やっぱりトッピングがあると違いますね。チーズ甘じょっぱい、アサイー甘酸っぱい。まずこのホットクについてなんですけど、これが今回食べた中で一番美味しかったですね。ホットクピーナッツの素朴なソースと書かれていますけど、ソースが入っていることによって噛んだ瞬間にその甘さをふわっと感じるのがあります。で、生地自体もちょっと弾力があって、これ自分好みの弾力ある生地で美味しかったです。韓国野菜、定番おやつというのもですが、国家が魔法はいきませんが、小食べ物はこうして購入していきたいですね。では、で、ちょっと。というわけで、こちらの点数とさせていただきます。これを忘れていましたね。そして、こちらのチュロス。こちらも、揚げたものに負けず劣らずのサクサクとした食感と程よい弾力があってとっても美味しかったです。このアサイーバナナボールにつけて食べるとさらに美味しかったですね。で、そのアサイーバナナボールっていうのはペーストですね。ブレンドって書いてありますね。これをボールに使うんですね。で、アサイーのバナナブレンドにつきましては、ちょっとアサイーの癖が強くてバナナの甘みをあまり感じられなくて、好みが分かれそうな感じですね。アサイが好きな方にはおすすめですし、苦手な方は避けた方がいいですね。というわけで、チュロスについてもこちらの点数と載せていただきます。そしてアサイバナナブレンドにつきましてはこちらの点数と載せていただきます。そして最後になりました、このパンケーキ。このパンケーキは噛んだ瞬間にふんわりとした食感が口の中に広がってきて、あとは特に何の主張もないって言ったらおかしいですけど、主張控えめのシンプルな食感を味わうパンケーキでした。シンプルなのでいろいろアレンジできますが、ちょっとこれだけ食べてしまうとという気持ちになってしまうかもしれません。 なので今回こうしたトッピングを用意しておいたのがそれぞれでしたね。こちらのチーズ、この2種の塊のチーズはどちらもチーズの甘みです。風味がきっちり凝縮されていて、とても美味しかったです。後から食べたこの青い方が、どちらかというとフレッシュな感じで、
ちらはチーズの旨味が全面に出ているような感じ、そんな感じですね。どちらもチーズも美味しかった。そしてこのクリームチーズは濃厚なクリームチーズが口の中に入れた瞬間にちょっとねっとうとした感じで広がっていって、いわゆるチーズケーキのもうちょっと弾力がある状態のような、いや、まあ、クリームチーズなんですけどね、そんな状態で広がってきて美味しかったです。クリームチーズ料理とかにも使えるのでまた機会があれば使ってみたいと思います。でパンケーキにつきましてはこちらの点数とさせていただきます。そしてチーズにつきましては本当に美味しかったのでこちらの点数とさせていただきます。チーズ丸々食べるってあんまりないんですよね。なので本当にこういう機会があってよかったです。というわけで業務スーパーの冷凍食品お菓子また夜食べてみました。どれも美味しかったです。比較的リーズナブルなものなのでこういうのが食べられるっていいですね。猫の恋ルーブル美術館を走るなり走りながら恋愛してるんでしょうか。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。エーブン君、パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。